マルコス・セザール・ポンテスは、ブラジル空軍のパイロット、政治家。2006年3月30日にソユーズ・トママイナス8で国際宇宙ステーションを訪れ、ブラジル人として、また、ルゾフォニアとして、初めての宇宙飛行士となった。アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士訓練プログラムを終了した初めてのブラジル人となったが、スペースシャトル計画が中断されたため、ロシアに移った。 ポンテスはサンパウロ州のバウルの町で生まれた。ポンテスはブラジル空軍では中佐の階級であり、25種類の飛行機で2000時間以上の飛行を経験した最も経験を積んだパイロットの一人だった。1998年6月、彼はブラジル宇宙機関に宇宙飛行士の候補に選ばれ、NASA での訓練に参加することとなり、子供の頃からの宇宙飛行士の夢を追うことになった。 彼は1998年8月から NASA での訓練を始め、2000年10ポンテスの初めての宇宙飛行は、当初スペースシャトルへ登場し、ISS でのブラジル最初のモジュールであるエクスプレス、補給キャリアを運ぶことを予定していたが、エルクの開発の遅れと NASA の財政的問題によりこの計画は延期された。延期の期間中、ポンテスはブラジル政府に対して、 エルックの完成を急ぐように求め、NASA では技術面での仕事を行った。彼の初飛行は2003年2月にコロンビア号空中分解事故が起こったことで無期限延期された。2005年9月2日、ブラジル政府とロシア政府の間でスターシティの施設でポンテスにソユーズと生命維持装置の操作の訓練を受けさせ2006年3月に ISS へ飛行させる対価として2000万ドルを支払うという合意が結ばれた。この合意は、ブラジル大統領と、ロシア連邦宇宙局のセルジオ・ガウデンジとアナトーリー、ペルミノフの間で、それぞれ署名された。ポンテスの飛行は、ブラジルの航空のパイオニアである、アルベルト・サントス・デュモンが1906年10月に、パリで固定翼機の飛行に、 初めて成功してから100周年と偶然重なった。2006年3月30日、ポンテスはブラジル人として、また母語としてのポルトガル語話者として、初めて宇宙へ行き、ISS に1週間滞在した。宇宙飛行の間、ポンテスはブラジル宇宙機関が選定した8つの実験を行った。2006年4月8日に、彼は第12次長期滞在の乗組員と共に、 カザフスタンに着陸した。ソユーズのミッションの後、ポンテスは、ジョンソン宇宙センターで、ISS のブラジル核分のために働きながら、未来のブラジルの宇宙開発のための訓練を待っている。2019年1月1日に、ブラジル連邦大統領に就任したジャイル・ボルソナーロにより、科学技術大臣に指名され就任した。ありがとうございます。